茶金茶金は金魚の一品種である。名前の通り茶色い大色が特徴。頭部の肉瘤が発達するものとしないものとがある。鮮やかな大色ではないが、茶褐色の渋みのある金魚である。名前はその大色より茶金と命名された。諸外国では色の表現感覚が異なり、英名はチョコレートオランダ、中国語では紫魚 G と呼ばれる。 同様、従来の日本の金魚には見られなかった茶褐色の体色を持つ品種であり、日本へは単調、成分魚、水蜂岩、頂天岩らと共に1958年に輸入される。渋みがある体色がマニア以外には理解されず、金魚すくい以外では見かけなかった。現在では国内でも育成が増えており、店頭でも見かける回数が増えた。 作出過程は不明であるが、一説によれば、黒デメキンとオランダシシガッシラの後輩により生まれた、茶褐色の個体を育成した、説、オランダシシガッシラの突然変異の説がある。体型に関しては、長手のオランダシシガッシラ型、まるでの流金型の2タイプがある。体色は、赤みを帯びた綺麗な色のものと黒褐色のものがいる。ありがとうございます。